こちらのお店に入ってみると店内所狭しとヴィンテージ T シャツが飾られています。こちらに飾られてあるバンド T シャツ見てみますと、一番左が28万円、そしてこちらが33万円、さらにこちらは43万円となっています。世界的人気バンドの T シャツが1枚数十万円。こちらアニメのキャラクターの T シャツも9万円超え。さらにはこちらで100万円と消費税になります。100万円の大台突破の T シャツも。2年前だったらもうちょっと安かったですね。2万前後ぐらいでは売れたかもしれません。近年売買ゲームで値上がりを続けているという空前のヴィンテージ T シャツブーム。一体どんなものが高値で取引されているのでしょうか。主に1980年代から2000年代初頭頃に製造販売され、高値で取引されているヴィンテージ T シャツ。ここまで人気が高まっている要因は何なのか。創業25年以上の老舗ヴィンテージショップに聞いてみると、5、6年前から徐々にやっぱ高くなってきてて、まあ、それこそ海外のやっぱヒップホップアーティストとかがまあ着用してたりとか、そういうアンテナ張ってる人からすると、まあ、いい T シャツなんだって言って、まあ、どんどんこう需要が増えたりとかっていうのもありますし、多くの有名人が着用したことで世界的に買い求める人が急増。生産が終了して絶対数が少ない上、投資目的で購入する人も出てきたため、取引価格は上昇の一途をたどっているといいます。その中でも特に高騰しているジャンルが、今市場的にすごい値上がりしているのが、80年代から90年代のオルタナティブロックっていうジャンルのバンドが結構高かったりするので、アニメもありますね。やっぱアニメも人気がありますし、あと、まあ、映画もそうですよね。1994年公開、ジム・キャリー主演の映画マスクの T シャツ、そのお値段はおよそ28万円。まさに目玉が飛び出る価格。80年代に発売されたルパン三世の T シャツはおよそ8万円。90年代に放送されていたアニメセーラームーンの T シャツはおよそ9万円の値札がついていました。こうした状況に古くからのヴィンテージ T シャツファンは、どうですか、お値段見たら。いや、もう手出せないですね。無理です。これも一昨年ぐらいまではまだ8万円とか7万円だったんですけど、気づいたら倍ぐらいになってました。倍以上に。こう話すのは、父親の古着を今は息子が着て楽しんでいるという古着好きの親子。ヴィンテージ T シャツ好き、はい。イギリスの人気ロックバンドオアシスのヴィンテージ T シャツが目に留まりましたが、はい、うわ、無理だ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 、これは無理だ。待って、こんな高いの。おいくらでしたか。65,000円でした。最近再結成して多分また値段が上がったんですよね。2年前だったらもうちょっと安かったですね。2万前後ぐらいでは売れたかもしれません。それが今やもう3倍。3倍です。無理です。どこが惹かれたんですか、この T シャツ。いや、このドシンプルな、ドシンプルさがいいですね。オアシスだけ黒ベース。
さらにこちらヴィンテージ T シャツのみを取り扱う専門店を取材すると、こちらになりますね。これがライドっていうバンドのナウエアのアルバムの T シャツになります。こちら当店では100万円と消費税になります。店頭にあったのはなんと100万円の T シャツ。なぜこれほどの値段がつくのでしょうか。もともとですね、やはり、アメリカ US のバンドよりは UK イギリスのバンドの方がそもそもの絶対数弾数が少ないっていうところが第一条件と、やはりこのグラフィック全体通して T シャツとしての完成度だったり、もうアートと言ってもいい、差し支えないぐらいなグラフィックの完成度、こういったものも含まれています。アート作品のような評価を受けるまでになっているヴィンテージ T シャツ、実は皆さんのタンスの中にもお宝 T シャツが眠っている可能性が。この後、高額になりうる T シャツの見分け方を解説します。ここからはヴィンテージ T シャツ専門店ヴィンテージライフのスタッフ太田雄平さんにお話伺います。太田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあパックン、T シャツ投資対象ですって。まあちょっと投機に近いかなと思うんですけど、あのこれ僕の友達が見てればみんな泣いてるよ、ね、当時のああいうあのバンドものの T シャツいっぱい買ってたんだけど、当時の流行りでハサミを入れて袖とか切り落としてるんですよ。ってんだ。そう、めちゃくちゃに水からしてるんですよ。ダメだ。そう、でも大体作ったアメリカの人たちって自分たちは価値ないと思ってるからポンポン捨てちゃうんだけど、誰かが発見して価値が高まってくんだよね。レッドホットチリペッパーズのデザイナーさん今泣いてると思います。嬉しく泣いてるよね。そうですよね。まあ、ただね、本当に高額に取引されることのあるヴィンテージ T シャツですけれども、具体的にはどのようなものが高値で取引されるのかといいますと、やはりこのバンドだったり映画、こういったものがデザインされた T シャツであったり、著名人が着用したまたは着用している付加価値がついているもの、またデッドストック生産中止限定生産品など希少価値が高いもの、さらには適度に色あせた黒 T シャツは墨黒と呼ばれて価値が上がる場合もということで、程よい使用感、これも高値につながる可能性があるということなんですね。確かに黒いいよ、はい、いいですよね。黒い、また色がこう、ね、変化していくと思いますけれども、では今この T シャツが熱いというものをご紹介したいと思います、はい、ヒントはゲットだぜ、世界的人気アニメ T シャツ、こちらです。はい、それがポケモンの T シャツだと言います。高円寺アルバトロス1号店マネージャーの高橋さんによりますと、ポケモンの T シャツが高騰している理由というのは、子ども向けアニメ作品のため大人向けのグッズが少なくて希少価値が高いんです。サイズちっちゃいのはありそうだけど、キッズの、ね、サイズばっかりかもしれないですね、はい、L とか XL だ。じゃあ続いてこの T シャツが熱い2つ目いきたいと思います。ヒントはフォーエバーラブ、これでピンとくる方いるんじゃないでしょうか。伝説のロックバンド T シャツです。そう、XJAPAN の T シャツだと言います。価格高騰の理由としては、90年代に活躍し解散活動休止したバンドの T シャツというのは、こちらも希少価値が高くなっているということです。はい、あの太田さん、これ海外製の T シャツだけじゃなくて、こうやって、まあ、日本初のポケモンだったり、もしくは XJAPAN みたいな日本のヴィンテージ T シャツっていうのも値段ついてきてるんですか。そうですね、物によってにはなってしまうんですが、やはり、まあ、あの日本から発信したそのカルチャーだったり、バンドだったりアーティストだったりっていうものでも、はいはい、特に、まあ、うん、先ほど言ったみたいにポケモンだったりとか、あとはジブリだったりとかって、本当に世界的に人気だったりするので、本当に日本の中だけにとどまらず、やはり世界的に評価されておのずとって感じかと思います。いや、なんか僕も古着好きでずっと昔から買ってるんですけど、映画とか、はい、ロックティーっていうのは昔からある程度人気はあったんですけど、まさか日本のまでとなると、これ金子さんなんかお家あるかもしれないですよ、うん、まあ、私あんまり T シャツわかんないんですけど、夫がコレクターで、あの T シャツ大好きなんですよね、うん、なんでオリジナルコラボみたいなのとか限定とかって、もしかしたら掘り出し物があるかもしれないですけど、ただ目利きがない、どれが上がってどれが下がるか
っていうのって抜け聞けないとどういうのが上がるんですか。まとめて持ってっちゃいましょう。相談すればいいんですかね。そうですよ。そして今日はこちらのスタジオに谷原さんの私物 T シャツ、はい、出しました。いや俺ねフリーアムはこうカラーボックスとかにボンって入れてて倉庫に入ってるから、はい、ちょっと探せなくって、まあ、とりあえずは目星のがなんか1個だけ見つかったので持ってきたんですけども、はい、ちなみにこちらどういった T シャツなんですか。これはガンズの、まあ、ツアー T かどうかは分かんない、僕も古着屋で買ったんで分かんないんですけど、まあ、多分80年代後半ぐらいの、まあ、ファーストアルバムの白金になったジャケットがあるんですよ。その白金になったジャケットって LP は全部回収されてるんですけど、うん、これはそれを白金にならない形で T シャツになってるやつで、これも僕あんま見たことないです。スミクロじゃないですか。スミクロですよね。先ほどお伝えしたも程よいこの色合わせ感というのもあると思いますけれども、はい、では谷原さん、こちらの T シャツ本人評価額一体いくらぐらいなのか、はい、まあ、これはもちろん目覚まし8ですから、はい、8万円でどうでしょうか。という谷原さんの買った時は確かに8000円ぐらいだったと思う。そうなんですね。その10倍に10倍結構頑張った、はい、うん、では本日お越しの太田さんにこちらの T シャツどれぐらいで取引される可能性があるのか、はい、鑑定していただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします、はい、お、ちょっとドキドキするね。この曲はおなじみの T シャツでは好きよ、はい、好きよ、はい、私も見ちゃう。これ、はい、谷原さんのものだから著名人が着用したっていうことで付加価値がもしかしたらジャスティンと比べないでください。でもいわゆるスミクロで、スミクロって洗って色が落ちてる、だんだんってやっぱ焦ってくるんですよ。あと、あの天気で干して天日とかでもだんだん色褪せますし、まあ、今太田さんチェックされていますけど、どういったところ見られてるんですか。そうですね、まず、まあ、この下の年代がそのまま入ってるコピーライトっていう部分だったりとか、はい、あとはボディのタグ、どこのブランドメーカーを使ってるタグだったりとか、あとはこのステッチのところとかっていう感じで、はい、で年代と照合できるかどうかみたいな感じとかですかね、はい、首の伸び具合とかは関係ないの。気にされる方もいますけど、まあ、そもそもやっぱり古いものなのでそんなに極端にはっていう感じかなと思いますね。黄ばんじゃってたりしたら価値は落ちるんですか。でも大体結構黄ばんでるものって意外に色落ちたりしっかり綺麗になったりはするんですよ。しっかり、はい、しっかりやれば、はい。俺ね、干しっぱなしでずっとハンガーで置いといてたら、はい、ここだけすごく真っ白になっちゃった黒い T シャツがあるんですけど、はい、そういうのってどうなんですか。いや、それもやっぱり先ほど言ったみたいにその首とかその汚れとかと同じで、もう本当に古いものなので、これは実際しかも汚れではなくて、さっき言ったみたいにスミクロをさらに日光で焼けたり退色してくると黒からスミクロになってさらにもっと色が落ちてきたりするので、その過程のエイジングってやつ。そうです、はい、もう一回聞いていいですか。谷原さん着用ですそこでタック、タック、それ値段が出たと言って値段出たと、もし低かったら、ね、まあ、そういったところも味になってくるということですけれども、はい、それでは、はい、太田さん鑑定の方はよろしいでしょうか。はい、かしこまりました、はい、それでは谷原さんのあちらのフリップに、はい、はい、谷原さんは8万円という予想でしたが、やっていただくやつだこれ、うん、どうですか、ね、どうでしょうかね。ちょっと見ちゃいけないね、これ、はい、見ないように見ないように太田さんに今書いていただいております。太めでしっかりと書いていただいております。はい、なるほど、結構書いてるね。書いてる、書いてる、はい、大丈夫です。画数が多い感じがする、ね、しますね、はい、時間はかかっているよ。さあ、それではよろしいでしょうか、はい、太田さん、ちょっと今日評価額よろしくお願いします。はい、こちらになります。おー、よかった、はい、2桁になった。はい、まあ、いろんな要因もあったりはするんですけども、うん、まあ、もともとこのガンズってアメリカのバンドなんですけども、これはヨーロッパのものになりますね。なのでヨーロッパのツアーのものかと思います。なるほど。で、やっぱり、まあ、あのガンズの中でも初期のものってなると結構ちっちゃいサイズ感のものが多いんですけど、まだ着れるサイズ感かなっていうところで、もっと大きいとやっぱりもっとお値段ついたりとかもあったりします。はい、そうですね、タグを見ると L サイズって書いてありましたからね、はい、ただ XL とかでもっと大きく残ってるとさらにっていう感じもあったりするかなと思います。あ、今流行りですもんね、大きい方がね。どうですか谷原さん、予想よりも2万円いや、ちょっと嬉しい、嬉しいですだって8000円で買ってんだからさ、はい、だいぶ10何倍になってるわけじゃない、12倍ぐらいには、はい、すごいですね。いや、嬉しいわ。ちなみにちょっと気になっているのが、太田さんが今日着てらっしゃるこちらの T シャツも、これヴィンテージ T シャツなんですか。そうです、はい、これもアニメの T シャツです。ちなみにこちらだとお値段つけるとしたらどれぐらいなんですか。今だと30万円からみたいな感じ。すごい、30万円、はい、T シャツ1枚が
が、ね、はい。T シャツが、そんなことはないですよね。うっちゃ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 、感覚がまたねちょっと起こすんですけれども、ちなみに目覚まし8で言いますとヴィンテージ好きこの方もいらっしゃいます。はい、天達さんに今日は T シャツを持ってきていただきました。僕の私物です。ヴィンテージ好きですもんね。古着大好きですね。ちなみにこちらどういった T シャツなんでしょうか。これは多分80年代か90年代ぐらいのオズの魔法使いの T シャツだと思いますね。はい、はい、面白い、ね、結構可愛らしい的な部分もあったりして、また面白い T シャツかなっていうのは思うんですけれども、うん、これがやっぱ赤いところがちょっと可愛くてこう目が引くところかなと思います。色も結構鮮やかに残ってますよね、はい、結構これね、あの今年いっぱい着て、はい、これでフジテレビに出勤してました。そうなんですね。じゃあちょっと天達さん一押しのこちらの T シャツ、どれぐらいの鑑定額なのかというのを今日は、はい、あの鑑定してもらっていますので、まずは天達さんの予想から伺いたいと思います。これね、ちょっと私実は昨日アイロンかけようとして引っ掛けちゃった。どういうこと、引っ掛けるじゃん、どういうこと、ここなんか ここがね、あのちょっとこの80年代90年代ってこうボコってこう刺繍みたいになってるんですよ。ここでアイロンでキュッて引っ掛けちゃって、でアイロンかけられなくてこうダメージだけ残ったっていう感じなので、ちょっとだけあの引かせていただいて、私の評価額はこちらです、はい、1万円。控えめ、引っ掛けての1万円、はい、ということですけれども、では太田さん、はい、こちら評価するとしたらいくらぐらいなんでしょうか。そうですね、そしたら、はい、じゃあ太田さんよろしくお願いします。1万円と予想です。天達さん着用ですよ。はい、しかも昨日アイロンを引っ掛けたばかり、引っ掛けばかりだよ、引っ掛け立てだよ。これでたくさん出社もされているということです。天達さんだから、はい、すみません。太田さんよろしいでしょうか。はい、はい、鑑定額の方をお願いします。はい、2から3万円。おお、結構いいんだ。ちょっとうちであの、まあ、はい、当店ではオズとかそんなに極端に多くは取り扱ってはいないんですけども、はい、まあ、オーナーもやっぱりこのプリントをそもそも見たことがないっていうので、うん、結構やっぱり見たことがないものとかっていうのは逆に言えばまだまだ伸びしろだったりあると思います。 でプリント自体もやっぱり、はい、そもそもの構図がすごいデザイン的にもまとまってていいかなと思いますので、はい、おお、ちょっともう、うん、売らないですよこれは。ボロボロになるまで行きます。まあでもあんま加熱しすぎちゃうと、なんか好きだった人がもう手が届かなくなってっちゃうじゃない。確かに。そこのバランスも難しいところだよね。そうですね。T シャツだから着たいですもんね。ねえ、だから息が長いなんか流行りになってほしいですね、太田さんね。そうですね。はい。うん、